いらっしゃいませ。うん、いらっしゃいませ。コメントどしどし書き込んでいただいて、もう毎日見ておりますんでね。毎日コメント見て一喜一憂してますんでね。何やこのクソごめん、ほんま。バチバチ見返したろかなとか思いながら、そっと非表示にするっていうね、毎日やっておりますけど。毎朝、もう寝起きにクソコメ見て、最悪な気分で一日が始まるっていうようなことが非常に多いんですけど、今ぐらいね、動画が回ってると、だいたい一日で10万回ぐらい、いろんな動画が合計で再生されるんですけど、一本の動画が10万回再生されたら、もうほぼほぼ確実にその動画の中にはクソコメが来るんですよ。1日でだいたい今アップしてるもの全部の合計が10万回ぐらい再生されるんですけど、毎日10万回再生されてるってことなんで、毎日クソコメが来るってことなんですよ。しかもショート動画、多分別に俺の動画見たくもない人のところにも出るんで、ライトなクソコメというか、そんなコメントする必要ありましたみたいな感じの、本当にこう意味があってとか、なんか恨みを感じるような本物のクソコメみたいなやつじゃなくて、ライトクソコメみたいなのは、まあショート動画では来やすいかなっていう感じがしますけれども。